すごいですね。まだ試合見てないんですよ。オマーン戦。ちょっと忙しくて、さすがに試合見るのにちょっと時間かかってて。どこにいるんですかって、LA にいます。まだ、そういうの、そうですよね。そういうの分かってない人もいますよね。ほんま早いですね。全然ついていけないわ、これ。いやー、オマーン戦多分見てないんですけど、多分、オマーンが強くなってるっていうのは、間違いないですね。最近強くなってるんですね、中東はやっぱり。投資もしてるし。だから日本が成長してるかどうかとか弱くなってるかっていうのは、相手とちゃんと相対的に見比べないといけなくて。自分たちも成長してても、もちろん相手も成長してるんで、そこですよね。日本が弱くなったって簡単に言う人もいますけど、そんな話じゃないんですよね。相手が意外に強く、どっちが成長スピードが、高いかみたいな。Please follow it. Follow it.